っとと起きんか。カズくん、まだ寝てたの？おはようです。ジビちゃんもダメだよ。何がですか？楽しいことは楽しいんだよ。姫は楽しみです。私はダメなの？カズの分はまだ焼いてないよ。男が細かいこと言いなさんの。わーい、いただきます。でしたら私が。感づかれましたか？それはいけませんね。作ってからね。待ちきれないよ。それとこれとは別だもん。姫ちゃんには予備のバッテリーね。はいです。自分で焼きなさいよ。知らないの？500円玉よ。その割には受け取ってるくせに。ふんふんふん、興味の方は下げないからね。じゃあ姫の分をカズマさんに。お姉さんの頼みを聞いてくれれば物を渡してあげる。キス。むはいいの？お弁当も作ってもらえない惨めな人になっても。朝っぱらからバラ色の人生を演出してあげようと。カズー君、あれだけ言ってもまだ浮気なんか。不潔です。ダメです。最低ですよ。カズマさん、不潔な場所は掃除しないと。さあ、私の愛とお弁当を受け取って。では出発します。ちょっとお待ちください。何か。まだ席が決まっておりません。お兄様、そのような。その、大丈夫。
隣は私だもん。またそのようないいの、そう決まってるの。私的に勝手に決めないでくださる？カズくんだって私の隣がいいに決まってるもん。お兄様、本当なのですか？ご覧なさい、奥方でもありませんのに迷惑ですよ。そんなことないよ、私カズくんのお嫁さんだもん。貴様、いつの間に毒牙に駆け上がった？毒牙って何？不潔です。まさかそのようなことが。お母さん、私の教育って上がることないと思う。許すと思うか、野郎ども。殺殺殺。わしらのユミさんを返せ。討ち取って名をあげろ。お供、ユミ様にその首捧げる。そうだそうだ、家族の中方。お兄様に何をなさるの？お嬢様は引っ込んでる。そういうわけにはいきませんわ。たくバカらしい。ダメですよ、暴力はいけません。どうして、どうしてこんなことに。薄井先生も止めてください。そうね、教育者としてこの場を収めないと。うるさい。貴様のような外道の言い分聞くと思うか。ほーら、家族に謝るなら今のうちだよ。そんなことじゃ収まらないわよ。負けちゃダメですよ、カズマさん。お兄様、ここは私にお任せください。なんで俺様が。ではお兄様の前に。ひびちゃん、後ろに座ろう。はいです。たく、やっと落ち着いたわね。では出発します。ユミ
んとか言って。のかな。
してるのかな。ところに盗むものなんてあるのかな。おいカズマ、よくわからねえんだが、なんか絵から人が出てきたとか騒いでる。はいです、きっと姫みたいにですよ。フェミニストって言ってくれねえか。エコノミスト。コウセ君、あんたそれきっと黒魔術の呪文と間違えてるから。します。散々だったな。でも結構楽しかったよ。私がお兄様の隣です。ダメダメダメ、絶対
ますよ。はーい。疲れてますね。カズッチ、お風呂ですよ。私とカズッチの仲ですから。わ、どういう仲ですか？とっとと入ってください。今日は牛乳風呂よ。言ってなかったっけ？まあ、カズッチったらそんな格好で大胆ですね。しちゃってどうしたの？朝から挙動不審？カズ君はガツンと起こしに？私じゃないの？早くしないと遅刻してしまいますよ。もちろんだよ。依存症って？カズ、おはようのチューは？キスなんて言ってないよ。主婦ってね、大変なのよ。他には何
私が食べたので最後。やだわ、カズったら。カズくん、もしかして塗るの？はい、お腹ペコペコ。金婚ダッシュで学食一番乗りだぜ。待ってろよ、俺様の焼きそばロールパン。まだ例が終わってないのに。はい、それではこれで授業終わります。日に日に不便になっていくわね。お兄様。